はい、どうも。今日紹介するのはこちら、爆炎氷結デラックスガシャコンソードです。今日発売ですね。はい、来ました。正面こんな感じですね。ここにブレイブ書いてあります。で、裏側がこんな感じ、遊び方書いてありますね。で、表上がこんな感じですね。レベル1、レベル2ですね。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。じゃあ早速開けてみたいと思います。よいしょ。はい、中身はよいしょ。はい、こんな感じです。はい、説明書が入ってますね。はい、して中を開けるとじゃーん、こんな感じです。はい、じゃあ早速出してみたいと思います。はい、こんな感じです。 A ボタン、 B ボタンついてますね。はい、こっちが氷バージョン、こっちが炎バージョンですね。はい、ガシャコンブレーカーと比べてみましょう。ガシャコンブレーカーこれですね。はい、こんな感じの比率です。長さは若干まあ一緒ですかね。でも A ボタン、 B ボタンがガシャコンブレーカーの方が大きいですね。これ結構ちっちゃい感じです。後ろこんな感じで、スピーカーがここ、スイッチがここですね。では早速電池入れてみたいと思います。はい、じゃあ早速電池入れてみたいと思います。電池ボックスここですね。ネジを取ると、はい、じゃあ早速スイッチ入れてみたいと思います。これですね。ガシャコンソード、はい、もう一回いきましょう。ガシャコンソード、はい、ガシャコンソードって言ってますね。ガシャコンブレーカーより若干握りが短いので、ちょっとまあ大人の友達は持ちにくいかもしれないですけどね。で、B ボタンで同じ、先にトリガーですね。トリガーでこれが氷結バージョンですね。で、 B ボタンで、はい、これ3回以上で音が変わるので、そしたらトリガー引くと必殺攻撃音。はい、という感じですね。で、この A ボタンなんですけど、炎に変えるときは A ボタンを押して自分で回します。はい、カッチーン言いましたね。これが炎バージョン、これの斬撃音が鳴ります。はい、これも同じくで B ボタン3回、ギターっぽい音が鳴りますね。で、トリガーを引くと必殺攻撃音。はい、これは爆炎の方ですね。はい、それぞれ音が違って面白いんじゃないでしょうか。で、この A ボタンを押すと変わると。はい、こっちに言いました。こっちの場合は炎から氷結に変わる場合は自動で鳴るんですね。で、こっち戻す場合、炎にする場合は押して回すと。はい、でもう一回押すと、はい、という感じですね。ではちょっとガシャッと入れてみましょう。はい、というわけでやっぱこれですよね。はい、タドルクエストガシャッと入れてみたいと思います。ではいきます。はい、という感じです。これ氷バージョンですね。炎に変えると、はい、いってみましょう。
まあ一緒ですね。はい。という感じですね。ちょっと他のガシャットも試してみましょう。はい、じゃあマイティアクション X。はい、爆走バイク。シャカリキスポーツ。はい、バンバンシューティング。サーチ音かっこいいですね。はい、いや、まあなかなか面白いんじゃないですか。こういうのもあるし、この変わるのもね、この炎の方もね、一発で変わればよかったんですけど、まあちょっと難しいですかね。はいはい、というわけで今日紹介したのはデラックスガシャコンソードでした。じゃあ、またねー。